それではただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事からシンガポールへのトップセールスについておよびオリーブ牛肉うどんのジバモン国民大賞最終審査出場の2点につきましてご報告をさせていただきます。はい、まずシンガポールでのトップセールスの関係であります。県産品販路拡大、またインバウンドの観光客誘致ということで16、17両日、宮本県議会議長、またジェトロの香川、ジェトロ香川の社長さん、さらに JA 香川、あるいは香川県産品振興機構等と一緒に、シンガポールに伺いまして、バイヤーあるいは旅行会社を訪問してきました。内容として、まず県産品の関係で、伊勢丹シンガポールかねて、取引のある伊勢丹シンガポールの社長さん、リムさんにかですね、いろいろと現在の状況、オリーブハマチ等の取り扱い、サヌキフルーツ、サンスフルーツ、あるいは希少等の商品などを PR して、それらを定番として取り扱ってほしい、あるいはバイヤーがですね、これまでも香川県に来ていただいてますけども、ぜひまた来てほしいと招請いたしました。大使館で竹内大使ともいろいろ意見交換しまして、その後17日ですが、ずっとこれも取引をしているスンセンハット社というところ、私2回目ですけど、前回も参りましたけども、テオ社長を訪問してサヌキうどんのなどの加工食品の取引拡大ということで、もう意見が一致して、マレーシア等にも販路を拡大しているということで、非常に、心強いその、取引先でありますけれども、大変親日的な方であります。で、また日本ハムシンガポールの村上社長さん以下とオリーブ牛の販路拡大、あるいは現地のレストランのシェフを対象としたセミナーの開催などについて、協力要請しました。そして、その後ちょうど開かれております日本食品の国際見本市、おいしいジャパン2014に、参りまして、県内の出店業者のブースを見て、また PR もしてまいりました。その後観光関係でですね、富裕層の多いシンガポールからの観光客の誘客に向けた、そういう特徴のある旅行会社を3社訪問しました。UOB トラベル、これは銀行系の旅行会社ですけれども、非常にハイエンドの顧客を持っているということで、具体的な商品モデル、商品コースも提示してまいりました。さらにすでに本県への旅行商品を販売していただいている旅行会社2社にも訪問して、お礼を申し上げるとともに、さらに多様な旅行商品の企画、ツアーコースの提案をしてまいりました。その過程においていろいろと意見交換、こういったところの取り組みが望まれるとか、そういった話をルールしてまいりました。いずれにせよシンガポールで日本食人気とはいえ、まだまだ輸入量に占める割合が少なくて、外食中心の食文化がありますので、レストラン需要の掘り起こしを図っていければいいなと思っております。これまでの県産品の海外販路開拓の中でですね、シンガポールは最初の本格的に取り組んだ国、起点となる国でありまして、今後もその主要なターゲットということで、オリーブ牛、サヌキサンフルーツ、あるいはおいで前、こういったものを私自身先頭に立ってですね、トップセールスしてまいりたいと、販路拡大を積極的に推進してまいりたい、観光の面でもですね、非常に富裕層がいますので、そういった点に着目したインバウンドの推進を行っていきたいと思っています。2点目のですね、これは今日も
私の方に訪問される予定になっているんですが、訪問いただく予定になっているんですが、第2回ジバモン国民大賞というものが今最終審査の過程にあります。これはですね、主催は農林水産省でありまして、880品の出展が全国であって、その地方予選が行われて、そのうちの30が全国最終審査に出場しております。その中にオリーブ牛肉うどんが入っております。11月1日にジャパンフードフェスタ2014が東京で開かれますが、その最終審査に向けて香川県代表として出場しているわけですけれども、これが実はですね、まあ後でお配りになると思いますが、ウェブ投票というのをやってましてですね、まあよくありますけれども、いいねを押すとですね、それがまあ評価が高くなるという、そういうシステムになってますので、ぜひですね、ウェブ投票へのご協力をお願いしたいというのが趣旨でございます。この後また午後から関係者、私のところにお見えになりますけれども、11月1日発表の国民大賞受賞を目指してですね、皆様にもぜひ報道を通じて県民の方にご紹介さらにいただきまして、この予選突破キャンペーンということで今いろいろやってますけれども、最終審査でですね、上位入賞できればその国民大賞を目指して今一生懸命やってますので、幅広くこの投票を呼びかけたいということで、報道の皆様にもご協力いただければ幸いでございます。私から以上2点です。それでは引き続きまして、幹事社の方からのご質問をお願いいたします。幹事社の四国新聞坂本と申します。今日はよろしくお願いいたします。幹事社から質問2点お願いいたします。まず1点につきましては、県の人口減少対策についてです。国が地方創生の一環として来年度新たに地方自治体が柔軟に使える交付金を設置する方針を示しましたが、香川県におきましては先週人口減少活力向上対策本部を設けております。今後これら国の動きと連携してどのように取り組んでいかれるのか、知事の所感をお伺いしたいと思います。2点目につきましては、県のホームページに対するサイバー攻撃についてです。先週県ホームページに開設しているメールマガジンメルマガ香川におきまして、その配信先のメールアドレスがサイバー攻撃で削除されたという事案が発生いたしました。このことを受けまして、知事の所感、そして再発防止策についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。最初の人口減少対策ですけど、まあ、この問題につきましては、もう問題の取材皆様都度にご承知の通りでありますけれども、これはですね、地方だけがその、まあ、衰退していく、そういう地方の問題というふうに捉えられがちですけど、実はこれは、地方が衰退すればその東京をはじめですね、大都市部も支えられなくなるわけでありまして、日本全体の国全体の問題であるということで、これは国地方一緒になってですね、正面から問題解決に取り組んでいかなければいけないと思っております。現在政府において最大の課題の一つとして全力を挙げて取り組むということになっておりますので、そういった意味で国全体で危機意識を持って、地域活性化、人口減少問題に取り組んでいく強い姿勢が今示されていると思っております。その一環として、そのいわゆる交付金の話が話題に出ておりますけれども、この私の方もですね、今月3日町人仕事創生本部の基本政策検討チームヒアリングにおきましてですね、全国の知事何人か出ておりますけど、私もそれに臨んで、いろいろテーマそれぞれに絞って申し上げたんですが、その共通といいますか、我々私の方からも
地方創生人口減少を克服にする事業を対象とした上で、有効に人を問わずに、その中でですね、その中においてはいろいろな制約をつけずに活用できる交付金、例えば仮称ですけど、ふるさと活力向上交付金というような形で創設することを提案しております。まだこれからの、いろんな調整を要するということになると思いますけれども、ちなみにその時のヒアリングにおきましてですね、かつてその似たような話として、いわゆるふるさと創生1億円という話がありましたが、私は当時大蔵省市警局で担当の主査をしておりまして、非常にですね、いろんなご議論があったんですが、振り返ってみてやはり問題はですね、結局ちゃんとそれを後で検証する仕組みがですね、どうもなかったと。基本的には当時の3000市町村対象で、県はそういう直接の事業として実施しなかったんですけれども、県下の市長、当時の市町村がですね、どういうことをやって、それがどういう効果があったのかということについて、実はこれ全国全部そうなんですけども、そういった統一的なものも記録も残っていないということで、これはある意味で設計上ですね、その交付税として、交付税の需要にそれが積算されたということなんで、交付税の使途そのものは全く自由でありますから、そこのところにちょっと結果的に遠慮があったのかなと、補助金とは違うということで使い道を云々しないと、どうぞ自由に使ってくださいと言った手前ですね、その後で何に使ったんだというのを厳しく、なんて言うんでしょうか、問い合わせなかったという、それはもうそれぞれの地方の自主性、また議会等においてご議論されることだと、そういったことだったかなとなんとなく私も思うんですけども、それではやはりなかなか理解が得られない部分が率直に言ってあると思います。したがってこの交付金は交付税という形ではなくてですね、その大枠は地方創生あるいは人口減少にという要件がかかるということは必要だと思いますし、またその使い道についてですね、いろいろとメディアあるいは国民県民にはっきりと分かるような統一的なフォーム様式でそれを示していくということが必要だと思っています。そういうことでご理解を得た上でですね、やはり市長とみんなやはり自分たちのやりたいこといろいろあるけれども、なかなか自由になる財源がないというところを、この交付金で、そこを手当てしてですね、各市長それぞれに考えている施策をこれを用いて展開しできるようになれば一番いいと思っております。いずれにせよ、その本件もですね、私1期目に当選してからこの問題が非常に深刻だという認識を持って取り組んできておりますけれども、県独自の奨学金の設置と設等をですね、取り組んでまいりましたけれども、いろいろな国の動きに的確に迅速に対応しながら、さらに引き続き県政最重要課題の一つとしてですね、この問題にスピード感を持って取り組んでいきたいと思っております。そういうことで先週対策本部を立ち上げましたけれども、この中では各部局長が本部になってますけれども、あまり人口問題とは関係ないと思っているような部局においてもですね、最終的にはいろいろつながってくるところもあるので、県のすべての施策についてですね、人口減少地域の活力向上という特に人口との関係でどのような影響がありうるのかないのか、そのどこまでですね、そのかなり一般的な施策であっても対象となるその部分が人口が減ることによって影響もいろいろありうるわけですので、そうした点も含めて対応を全庁的にですね、
同じ視点を持って取り組んでいく必要があると思います。いずれにせよ、その全国知事会とも連携しながら、市長をはじめ地方の意見をしっかりと国に伝えていきたいと思いますので、その市長との連携強化、情報共有ということで、市長との香川県下の各市長との連絡会議をあさって22日午後1時から県社会福祉総合センターで開催することとしております。2番目のホームページに対するサイバー攻撃でありますけれども、こういったサイバー攻撃でですね、県のメルマガが配信できない事態となって、読者の皆様に一時ご迷惑をおかけしたということ、またこういうセキュリティ対策がですね、一部そういう、まあ、万全でない部分があったということについて、県民の皆様にご心配をおかけして大変申し訳なく思っております。まあ、この攻撃の手口等をですね、いろいろ伺ってですね、なかなか高度な攻撃なのかなとは思いますけれども、一番心配である、その例えばそのアドレスがですね、全部流出したと、そういった攻撃ではなかったと、まあ、ある意味でですね、じゃあ何のために やったんだろうというよく分からないところがあるんですが、とにかく一般に、いわゆるサイバーアタックといってバリアを突き抜けようとするですね、そういうやり方じゃなくて、ちょっと、まあ、変則ですけれども、この読者というか利用者とのやり取りがあるですね、例えば一般的には入会申し込みとかですね、あるいは大会申し込みで、利用者の方からまずこちらのサーバーの方にそうしアクセスが来て、でその上でその時にメールアドレス等の確認をし、メールアドレス等を入力してですね、その次にそれを確認するという手順が普通あるわけですけれども、そのまあ、このメールアドレス以外のものが入ったらですね、当然そこで弾かれるという、そういったところはきちっとやってたわけですが、まあなんか架空のアドレスをおそらく入れたんだろうと思いますけど、フリーメールのですね、その上で普通であればその次にそれでもう本当に取り消していいんですねというところで OK をしたとしてもですね、もともと存在しないアドレスですから、そこでとにかくそれ以上のことにはならないわけですけれども、その間に何かその同意するというですね、そういう発信をする際に、まあプログラムをそもそも取り込んで書き換えてですね、それをこちらに送り込んで、全部、まあ要するに一つだけ、普通であればなんとかさんの〇〇というアドレスだけ削除するという、そういうシステムを全部削除するというふうなプログラムに書き換えたということのようでありまして、まあこれまでそういった事例はですね、そこまでの事例はなかったようでありまして、まあ直接ホームページをですね、変な主張で改ざんするとか、あるいはよく言われるそのアドレスそのものを入手しようとする、そういったものではなかったわけですけれども、まあいずれにせよですね、そういうふうな、まあ、城壁バリアをきちっとしてあっても、こうある意味で、そもそもアクセスを許すといいますかですね、その、まあ、門が少し開いてる、門を作ってあるような部分について、その門から入ってくる時の仕組みをですね、悪用した攻撃なのかなと、まあ、いろいろ説明聞いてて、私も素人ですからよく分かりませんけども。まあ、こういったことがやっぱりあってはいけないということで、まあ直ちにまあこのそういうシステムについて脆弱性の防止対策を実施しましたし、他のですね、情報政策課が直接見てない各部局のシステムで、そういうまあ要するに同意をするとかいうようなやり取りをする部分については、現在再点検を指示しておりまして、万一といったことがあれば直ちにその脆弱性の修正を行うようにしております。私からは以上であります。
それでは、幹事社から追加で質問をお願いいたします。第1問目の人口減少対策につきまして、先ほど知事はあさって22日に市長との連携強化に向けた会合を開かれるということですが、この会合につきましては市長あるいは県のどのレベルの方々との会合になるご予定でしょうか。またこの会合の中で協議される内容はどのようなものになり、大体どれぐらいのスパンでの開催をご検討でしょうか。お願いいたします。出席者はですね、今のところ担当課長さんが主だと思いますけども、市長によってはですね、直接の担当者事務方ということにもなってたんじゃないかと思います。県の方は政策課長部長も出るな、政策部長が出て、まず状況をいろいろ説明すると、それから今後の取り組みについても協議してですね、いろいろとこのビジョンを作らなければいけないという話になってますので、その辺も含めて市長のご意見も伺いながら、さらに次の会合についてはですね、その後決めていくということになると思います。追加で、失礼ですが、この会合に知事はどのようなこと、どのような検討内容が出て、どのような、協議がなされることを期待なさいますでしょうか。これはそれぞれ各市長ですね、いろんなもう情報をすでに持って当然承知していると思われるわけですけども、全体としてですね、こういう国の動きがこうなっているとか、そもそもその問題の発端でですね、こういった推計とか主張がなされているというようなことについて、まずは共有する必要があると思っています。意外とこう話をしててもですね、実はこの人口問題っていろんな数字があるものですから、なかなかそこが共通してないかったりですね、いろいろ言うけどそう何も大騒ぎする話でもないんじゃないかというようなですね、これ具体的に市長が言っているということではないんですけども、ややそういうこのことをおっしゃる一般の方もいてですね、それはそうではないんですよと、例えばよく言われるんですけれども、県の人口100万が80万人にも、このまま何もしなければなっていきますよと、2040年に80万人割りますよと言われてもふーんというぐらいなんですけども、そういう方もいらっしゃいますが、これ四国4県ベースで見ると400万人が300万人になりますよと、ちょっと県のペースよりスピードが全体として速いわけですけども、この2040年ですね、今ここにいらっしゃる方の多くは当然ご存命の時期にですね、このままであれば四国全体でですね、今の香川県1県分以上の人口が減るという、そういう推計になっている。これはかなりの確率でですね、何もしなければむしろそれ以上に悪くなる、このデータは人口問題研究所のデータなんでですね、例の増田さんのやってるやつはもっと厳しい仮定を置いてますから、おそらくもっと減るという可能性がありますので、そういうふうにこうご説明するとですね、やはりそれはちょっとというちょっとどころか大変な話だというふうに受け止める方もいらっしゃって、いろんな角度からですね、この問題をまずは問題意識危機感を共有していくと、その上で国がいろんな結構スピード感を持ってやってますので、我々もちゃんとそれに対応するというだけではなくて、こちらからもいろんな意見をこの際申し上げてですね、やはりこの機会に本当に本格的に取り組んでいく必要があるんだという話を、私自身は出席いたしませんけれども、そういう形になるのではないかと思っております。もう1点だけお願いします。ここで話されるべきというか、香川が共として、持つべきこの人口対策に対する
危機意識あるいはもう問題点解決しなければならない課題というのは、まあ、これまでのご発言の繰り返しになるかもしれませんけれどもをどのようにお考えになっているのかだけお願いいたします。対策を述べようと言われてもですね、これは本当にこれから多岐にわたる部分、また市長ごとにでもですね、少しずつその状況は実は違います。本当にもういわゆる20代30代の女性の減少率がですね5割どころか7割に及ぶ地方もありますし、それほどでもない市もあります。各県ごとに見てもですね、人口流出の問題に重きを置く必要があるということ、少子化の問題の方がむしろ重要だというようなそういう、まあ、一種のアンケートに答えている自治体も拝見しますけれども、そこのところの違いは違いとしてもまずベースになるこの事実というか、まあ、おそらくはこのままであれば事実になってしまうその推計についてですね、改めてその認識を一致して、いやいやそうは言ってもこう考えればちょっと違うんじゃないかとかいう議論があればですね、そこから始めて、そこのいわば問題点の、それぞれの問題点ということについて、各自治体ごとに確認をしていただいて、そして、自分のところはやはりこの、まあ、県内でも人口は増加するんだというところが1兆だけご存知のとおりございますけれども、そこら辺はおのずから対策も違ってくるわけであってですね、そういう中で、県あるいは国に対してどういうことを全体として求めるのか、逆にそれぞれの地元で、やるべきことは何か、まあ、すでにいろいろお考えのところもあると思いますので、それらをまずまた情報共有していくということが重要ではないかと思います。いずれにせよはっきり言ってその特効薬がですねあるわけではありません。にわかに出生率が2に上がるとか、来年から出生率が2に上がるとか、来年から人口流出がゼロになる、プラあるいは逆に流入でプラスになるという、それはそういったことをこれをやればすぐそうなるというのはないわけでありまして、そこいろんなことをですねこれまでもやってきたことを踏まえて、また財政的にも限りがある中でですね、いかに有効な対策を打っていくかという、そういう問題になるんじゃないかと思います。ありがとうございました。幹事社からは以上です。それでは関連その他ご質問がありましたらお願いいたします。すみません、産業放送です。今エボラ出血熱がアメリカなど広がりを見せていますが、国内で発生した場合はですね、患者を収容するのが特定感染症指定医療機関と第一種感染症指定、医療機関ということになりますが、香川県には、厚生労働省の資料では、今年4月現在存在しないということになっていますけれども、その今後の、まあ、国内での発生に備えて備えとか、あとまだ空港とかでの水際での対策などどのようにお考えでしょうか。まあ、ご指摘のその第一種の機関の指定の問題についてはですね、我々も承知しておりまして、まあ、その現在の状況を踏まえて、近隣県とのですね連携ということをすでに担当部署において、いろいろと検討しておりますし、まあ、そういう体制の確認もしておると思いますので、詳しくは健康福祉部の方に聞いていただきたいと思います。空港等での水際の話はですね、まだ率直に言って、国等においても出てきてないと思いますけれども、またその防ぎ方というところもですね、どういう形で、やるのか、まあ、アメリカの事例を見てもなかなか難しいところがあるような気がいたしますけれども、そうした点も含めてですね、きちんとこの水際といいますか日本全体でやはりとどめなければいけない話の中で、県としても必要な対策に取り組んでいきたいと思います。今後県内にその第一種指定機関を作ろうとかそういうようなお考えはいかがでしょうか。今まだ具体的にそういう話
にはなっていません。そういう必要性ということを、まあ、何でもそのないよりあるに越したことはありませんけれども、そうした点についてはですね、なお近隣県との連携等で対処できる部分はそれでいきたいと思いますし、それが困難であるというような状況になればまたそういうことを考えることになると思いますが、現在のところはそういう検討をしてはおりません。あ、毎日新聞です。香川県が今年度から実施しているため池の、ソーラー発電を導入する実証実験のことでお聞きしたいんですけれども、先日四国電力が、電力の安定供給に支障が出る恐れがあるとして、電力の買取契約の申し込みについて回答を保留している状況なんですけれども、28年度以降本格的な導入を目指すというふうにお聞きしているんですけれども、今後の事業の影響について何か、今の時点で言えることがあれば教えていただけたらと思います。まずとりあえず今取り組んでいる実証実験の分についてはですね、これは申し込み済みということになっててですね、それは実行できると聞いております。その後の展開がじゃあどうなるのかという28年度以降の話はまさに今国全体でですね、今後のそういう太陽光発電についてどのように取り組んでいくのか改めて検討していると伺ってますので、早くその結論を出していただきたいと。事業者がですね、方向性がないままにこの、いわばある意味で宙ぶらりんの状態になるのは非常に問題があると思いますので、そういった点国において早急に検討を急いでいただきたいと思います。ありがとうございます。でもう1点なんですけれども、県庁東館の改修についてなんですけれども、今先日の、県議会の委員会の方で、改修候補6案示されたと思うんですけれども、その中で建て替えなどにも言及されてたと思うんですけれども、県議の方からもその建て替えをすべきという意見が一部で あったのかなと思うんですけれども、その今後 その県庁 その活用について、その将来的に見るとこう建て替えというとなかなかこう現実的じゃない部分もあるのかなと思うんですけれども、その今後の建て替えに新しくその建て替えるというのはなかなかその今後の職員 その将来こうなかなかこう人口が減る中でですね、そもそも建て替える建物がいるのかっていうものも個人的にはあるのかなと思うんですけれども、それについてどういうお考えがあるかなと。ちょっと質問のご趣旨がよく分かりませんが、今考え方は基本的にですね、建物をというかそので現在執務しているわけでありまして、その執務はですね当然、その事務料といいますか人員は今後もいるというか続くと、しかしながら防災拠点であるにもかかわらずですね、大衆の防災拠点であるにもかかわらず耐震性能が十分ではないというところで、いかにしてこのそういう点を、またこの文化的価値の問題もちろんありますけれども、それを確保しながらということでですね、どういう方法が最もコストなり、いろんな防災の観点なりを含めてですね、そのいわばあそこを全部もうやめてしまうというような話ではないわけでありまして、どういう形でその庁舎をですね、で現在機能しているその機能を継続しながら、かつ防災拠点たりうるような耐震の性能を持たせていくにはどうすればいいかということで出てきた案の中に、コスト的には高くなりますけれども改築の案もあったということで、ありますので、そういう中での比較検討の中の一案だと思っております。知事としてはその改築についての案については今後それになるという可能性はまだあると思われているんでしょうか。ちょっとこういう聞き方ちょっと直接的かもしれないんですけれども、
今お尋ねのとおり、この報告書をそもそもその以前に県としてですねご覧になってたと思います。すべて公開で行って専門家なあるいは一般の方も市民の方経済界の方にも入っていただいた報告書が出てるわけですけれども、それを踏まえて専門家さらに専門家の助言を受けて技術的検討を行った結果を先日の総務委員会でお示ししたと。それが防災拠点施設として必要な耐震化を図る、また耐震補強を基礎免震工法により改修するといった4案と改築の2案ということで、さまざまな観点に関する比較検討の結果をお示ししたということであります。その上で今後につきましては県議会でのご議論も踏まえながら、防災拠点施設としての耐震性能を確保することを前提に、コスト、また工期、あるいは必要な耐震補強の程度、こういったものを詳しく精査した上で、執務スペース、また使い勝手、さらに文化的価値への影響、また仮庁舎を要するのであればその場合の影響、当然工期、工費等のコストの問題などを総合的に評価して、11月を目途にこの候補案の絞り込みを行いたいと考えております。今先月から県庁での職員のガイドツアーも再開されて、文化的価値についてのその県民に向けた、県民というか、もう全国に向けたですね、その候補計画も進められていると思うんですけれども、そういう意味ではその知事ご自身もその文化的な価値についてその今後 その観光資源としても有効に活用できるのかなと私自身思うんですけれども、知事としてはその辺 その文化的な価値についてどうお考えでしょうか。文化的価値は非常に高いものがあるということは県議会でも何度も答弁申し上げている通りです。わかりました。ありがとうございます。他ございませんでしょうか。なければ以上をもちまして知事の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。